皆さんこんにちは。10月23日、アンソロピックは同社の大規模言語モデルの最新版、新型クロード 3.5 ソネットを公開し、高速なモデル、クロード 3.5 俳句の詳細を発表しました。さらに、隠し玉として、新型クロード 3.5 ソネットを使ってパソコンを操作できるようになる新機能、コンピューターユーズを公開しました。コンピューターユーズは、クロードに日本語や英語などの自然言語で指示を与えると、クロードが自律的にカーソルを移動したり、ボタンをクリックしたり、テキストを入力したりと、人間と同じようにパソコンを操作してくれる機能で、SNS 上でも大きな話題となっていました。今回の動画では、第1章、新型クロード 3.5 ソネット俳句の詳細、第2章、コンピューターユーズの詳細の2章構成で、アンソロピックが公開した新型クロード 3.5 ソネット、クロード 3.5 俳句、コンピューターユーズの詳細と利用方法を非エンジニアの方にも分かりやすいように解説します。それではよろしくお願いします。この章では、アンソロピックが発表したクロードシリーズの最新 LLM モデル、新型クロード 3.5 ソネットとクロード 3.5 俳句の詳細と使い方について解説します。まず、新型クロード 3.5 ソネットですが、新型クロード 3.5 ソネットは、すでに公開されていたクロード 3.5 ソネットの強化版で、特にコーディング能力において、大幅に性能が向上し、プログラミングの能力を測るベンチマーク、SWE ベンチでは、全バージョンから約15ポイント上昇して、49.0% というトップスコアを叩き出していて、これは先日、OpenAI が公開した LLM、OpenAI01 プレビューよりも優れています。その他、MML の総合能力を測る、MMLU プロや科学や物理系のベンチマーク GPQA などでも全バージョンと比べて大きく性能が上がっていて、 OpenAI の LLM GPT-4o と比べても軒並み高いスコアを記録しています。さらに詳しくは第2章で解説しますが、新型クロード 3.5 ソネットに新たにコンピューターユーズという機能が実装されました。この機能を使うと、クロード 3.5 ソネットを使って、ボタンをクリックしたり、テキストを入力したりと、人間と同じようにパソコンを操作できるようになります。なお、新型クロード 3.5 ソネットに関しては、すでにアンソロピックの AI チャット、クロード上で利用可能で、パープレキシティの有料版のプロのほか、Amazon Bedrock や Google Cloud の Vertex AI 上で利用でき、API の価格は100万入力トークンあたり3ドル、100万出力トークンあたり15ドルからとなっています。続いて、クロード 3.5 俳句ですが、クロード 3.5 俳句は、全モデルの同じコストと処理速度を維持しながら、全面的な性能の向上を達成したモデルで、特にコーディングタスクにおいて優れた性能を発揮し、SWE ベンチで 40.6% のスコアを記録して、多くの評価で、以前のアンソロピックの最大モデルである、クロード3オーパスのパフォーマンスに匹敵するとしています。クロード 3.5 俳句は、まだ一般に公開されておらず、2024年10月後半にアンソロピックの API、Amazon Bedrock、Google Cloud の Vertex AI で利用可能になるということで、初期はテキストのみの対応で、後日画像入力機能も追加予定ということです。なお、API の価格は100万入力トークンあたり 0.25 ドル、100万出力トークンあたり 1.25 ドルとなっています。この章ではアンソロピックが公開した同社の最新 LLM モデル、新型クロード 3.5 ソネットの新機能、コンピューターユーズで何ができるのかと、
その利用方法について解説します。コンピューターユーズはコンピューターの使用という名前通り、パソコンを自動で操作できる機能で、クロードに日本語や英語などの自然言語で指示するだけで、クロードが自律的にカーソルを移動したり、ボタンをクリックしたり、テキストを入力したりと、人間と同じようにパソコンを操作してくれます。コンピューターユーズで何ができるかについては、アンソロピックが公式で用意している3つのデモ動画を見るのが分かりやすいです。動画の1つ目が、クロードに架空の企業の取引先の申請フォームの入力処理をお願いすると、クロードが Google スプレッドシートと顧客管理データを行き来して、必要な情報を集めて、フォームに自動で情報を入力してくれるデモで、動画の2つ目が、クロードに1990年代風のウェブサイトを作ってほしいと依頼すると、クロードがウェブブラウザ上でコードを生成し、コード編集ツールの VS コードを立ち上げてコードを細かく編集して、ローカルのサーバーでウェブサイトを立ち上げるデモで、途中でバグがあっても自動で修正してくれています。動画の3つ目が、クロードにサンフランシスコを訪れる友人との観光プランの計画を依頼すると、クロードがウェブブラウザを操作して観光地を検索してプランを立てて、カレンダーに予定を入力するところまでを行ってくれるデモです。なお、これらのデモ動画を見てもわかるように、コンピューターユーズはまだベータ版なので、人間が直接パソコンを操作するよりも遅くなる可能性があり、アンソロピックもまだ機能的には不完全だとしていて、ミスをしたりと、多くの課題があることを認めています。また、コンピューターユーズは、アンソロピックの API、Amazon Bedrock、Google Cloud の Vertex AI 上で、開発者向けにパブリックベータ版として提供が開始されていて、コンピューターユーズの詳しい使い方については、アンソロピックのドキュメントページのコンピューターユーズベータの部分で詳しく解説されています。コンピューターユーズは、これまでメジャーだった RPA などの機能と比べ、LLM を使って自然言語で細かく指示できたり、事前にプログラムされた特定のタスクだけではなく、さまざまな状況に適応できるのが特徴です。また、パソコン画面の内容を理解して、さまざまなアプリやウェブサイトを横断し、状況に応じて適切な操作を選択して、エラーがあれば修正する高度な理解力も持っています。アンソロピックは、コンピューターユーズ機能が今後数ヶ月で急速に向上するとしており、今後の進化に期待です。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは、動画の概要欄に貼っています。AI ツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。